日清食品、日清ラオウ縦カップ、野菜タンメン味噌。ノンフライ麺に調味料がついていて、粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細い角断面で、チリでは弱いです。全粒粉使用のためか、香りが豊かです。スープは軽快な印象で、甘さが結構強いです。香りや旨味に関しては、粉末っぽさは気になりません。調味料はごま油の香りがして効果的です。しかし、深みとかコクで粉末スープの限界を感じたのも確かです。具の野菜は豊富で、歯応えも楽しめて満足感が得られますが、肉は入っていません。縦型カップとしては高品質ですが、この製品にラオウの名を付けていいのかちょっと疑問に思います。健康志向が強調され、力感に欠けるので物足りなさを感じます。ダイエット用途としてはいいでしょう。